はーい、みんな、りょうこって始まるよ。今日はなんと稲刈りのために新潟に来てます。秋だよ、収穫の季節だよ。ここはね、近所の公園なの。すごい綺麗でしょ、見晴らしもすごいんだよ。なんて遊んでないで、さっさと収穫に行けってね。よし、行ってきます。田んぼに到着しました。すごいよ、実ってます。ぐるー、皆さんも農作業されてるので私も頑張ります。おわけでですね、汗だくです。お昼になります。びしょびしょというわけで、昼休み後もまだまだ農作業は続きます。おいしいお米が食べたい。ただいま、東京に帰ってきました。ゲンマイ。我が家はこのね、玄米を精米した時のぬかで、ぬか床を作っているのね。だから玄米も持ってきてます。精米機あるんだよ。でこっちは白米。なあ、見える？綺麗でしょ。お米のいい香り。これはお米ってね、88の手間がかかるって言われていて、それで私がお手伝いしてるのなんて、本当今年はしかもコロナでね、お邪魔できなかったから、田植えができなかったんだから、稲刈りだけ。本当こんな努力のこんな感じみたいな感じかもしれないけど、それでもなんか自分がお手伝いしたものを食べれるって、すごくすごくすごく嬉しいなって。毎年新米すごく楽しみにしています。もう4年かな、5年ぐらいかな、やってる。私のライフワークみたいな、リフレッシュみたいな感じかな。あー、すごいよね。あー、重たい。満帆に入ってるこのお米の袋を、みんな農家さんたちって手で運ぶの。すごいよね。私より全然先輩たちなんだよ。うちの父も運んだりしてたんだけど、いやー、すごい。もう30キロ、30キロだよ。トレーニングのさ、ジムのこういうやつあるじゃない？あんなのともう訳が全然違う。すごいなーって、もう尊敬、ありがたいなーって感謝しながら、食べなきゃね。さて、じゃあせっかくなんで今日は土鍋で炊こうと思います。普段はなんか時間がなかったり、すぐ食べたいっつって炊飯器使っちゃうけど、今日はせっかくだからちゃんと土鍋で炊いてみようと思う。よし、土鍋準備するね。よいしょ。はい、お米を研いで、それでちょっとだけ浸水させてきました。よいしょ、おいしょ。小林家のちょっと年季の入った土鍋です。よく使ってるの。よし、これを火にかけてくるね。いってきます。
ドキドキするね。いくぞ、せーの。おー、いい香り。ちょっと焦げてる？ちょっと焦げてる？あ、でも私お焦げ好きだからこれぐらいがいいけどな。しゃもじ濡らした方がいいかな。ちょっと濡らしてくるね。うおうおうお、いい感じじゃない。うわ、見て、綺麗なお焦げついてる。ほら、めっちゃ綺麗なお焦げじゃない。はぁ、これさ、あー、いい香り。よし、あー、早速。私お焦げ大好きなんだよね。お焦げいっちゃおうかな。それ熱いか。これをこのままかぶせるとあれだから、布巾をね、結構しとくとよりいいんだって。じゃあ、よし、いただきます。これはさっきもね、お話ししてたけど、玄米の精米した時のぬかで作ったぬか漬けです。私はきゅうりがお気に入り。ああ、いい香り。うーん、おうまじいよ。うーん、うーん、ほんとに甘い。新米ってなんでこんな美味しいんだろう。ちょうどよく使ってる。でもおこげちゃん行きたいな。あ、結構パリパリ。おお、もうわんぱくみたいになっちゃうね。すみません。おこげすごいの。これはおいしい。自分で言うのも変かもしれないけど、お米って最高の贅沢。しかもお手伝いしたお米の贅沢さよ。勝てない、何にも勝てない。幸せだね、本当に。おこげがすごいおいしいの。これは土鍋の特権。焦げてるよって言われるかもしれないけど、このお焦げって本当に炊飯器ではないじゃないですか。もしかしたら最新のすごいのはあるのかもしれないけど、うちのはないんですよ。だから鍋で炊いた時にできる、もしくはアウトドアの時にできる特別な味みたいな。うん、人参がおうまし。ぬか漬けって今まで全然あんまりこう、ふーん、全部一緒でしょうぐらいに思ってたんだけど、この精米機を買って、で精米し始めてぬか漬けをやり始めたら、すごく整った感じがするの。お腹の中が、肌とかも良くなったし、最近一番ヒットした自分の美容習慣かも。うん、どの野菜もおうましくなる。人参とかあんまり別に生で食べるの好きじゃないんだけど、これだと人参ってすごい甘かったんだなって。この大根はね、さっき切ってる時に食べたらね、ちょっと結構辛い。この大根ってスーパーで売ってる大根じゃなくて、お手伝いした時におばあちゃんたちが抜いて、まあ、間引いた大根くださったの、ミニ大根。それがミニっていうには結構大きいし漬物になっちゃうぐらいなんだけど、尻尾の方だから辛いんだって。うーん、実はね、この稲刈りの動画を皆さんに見てもらうか本当にすごく悩んだの。お手伝いって言っても、私って本当にちょっとしかお手伝いしてないじゃない。本当に農家やってる方々からしてみたら、お手伝いって言うなーぐらいのちょっとだから。でもね、私こうやって田んぼに触ったりとか畑に行ったりとかするようになってから、すごく精神的にも元気になったし、それでご飯がもっと美味しくなったの。炭水化物抜きダイエットとか思ってたけど、やっぱりちょっとは食べないと元気出ないし、食べるときはやっぱりごちそうじゃない。だから美味しいもの食べたいし、で本当はすごくお米も大好き、お餅も大好きだし、お米も大好きなの。だからお米が好きな人が作る工程を見て、もっとお米を好きになってくれたらいいな。みんながこの食べてるお米をね、少しでも大切に思ってくれたらいいなと思って、今日ちょっと地味かもしれないけど、おしゃれでもないし、でも私の一番最近大切にしてる時間だから、みんなに見てほしかったんだ。もうご飯ね、何杯でもいけそう。ご飯ばっか食べてないでお茶飲みなさいって。おましいのよ。おー、これもしみるけど、ほうじ茶もしみるけど、おー、あとちょっとしかないね。いつかもっと本当にちゃんとお手伝いしていきたいなって気持ちはある。もちろん撮影とかで東京にいなきゃいけなかったり、他の地方に行ったりすることもあるんだけど、でもね、やっぱり大切なの食べるな、食べること食べるなってなんだろうね食べることだなって。このきゅうりもおばあちゃん家のきゅうりなんだって。私豆じゃないから、実は小林家のぬか床は結構ママさんがやってくれてます。
うちの母はこういうのちゃんとやれる人です。素敵です。尊敬してます。大きいよねこのきゅうりね。太い。それがすごい。今何考えてるか分かる？はいバーッって言われた。もっと食べたいなって思って土鍋を見てたの。食べだそうです。満足度を待ってって感じ。いやー汗かいてる。お米ってすごい力があるよね。最近ねやっぱ若い女の人もそうだし、食べ過ぎちゃうからってやっぱお米敬遠する人もいると思うの。でもやっぱ私ね本当にとってもお米力あると思うんだよね。だから週に1回でもちょっとでも、特に今新米のシーズンだから、なんかこう旬を楽しむって意味でもあんまり自分に厳しくせずちょっとは食べてみてほしいな。そうするとすごい力もらえると思うの。ただわんぱくな白米を食べてる動画になっちゃった。ごめん、私だけ美味しくてごめんなさい。でも皆さんもなんかね、私そうとっても食べるのが好きって今改めて思ってる。みんなにもそれが届いてるといいな。さてと今日はここまでかな。次は何をやろうかな。なんかいろんなこともやりたいなと思うこともあるんだけど、でもまあ自分のペースでマイペースに楽しみながらやれたらなと思ってます。みんなもね季節がこう変わってきたり寒くなってきたりしてちょっと元気ないなって人も多いかもしれないので、心も体もホクホクと美味しいもの食べて少し休んでマイペースに行きましょう。それではまた次回バイバーイ。またね。あそうだ、よかったらチャンネル登録お願いします。 OK ではね。よかったらチャンネル登録してみてね。